全国の皆さん、おはようございます。2023年12月29日、もう本当に今日を含めて今年も3日となりました。それでは最初にですね、昨日はストラインをやったと思いますので、ファイブラインのうちのアームラインですね。アームラインっていうのは腕ですから、これは腕をこの上下するやつですね。これが一番その腕には効くわけですけども、あとこれもですね、横に開くときに腕の力というものをかなり感じます。私の4種類のうちの動きではこれが一番きついかと思いますね。とにかく、ファイブライン、この4つの動きが、2つ、3つで全部というふうに聞いているわけですね。それでは、ファイブライン、それから3つ、これが、なくて、年を重ねられるのが理想と思いますね。それでは始めたいと思います。じゃあ、エクササイズ始めます。はい。か、ら、だ、に、か、しゃ、こ、ころ、に、か、だ、わ、だ、し、に、か、しゃ。はい、ゆすりですよ。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい、ゆす、ね、いいでしょ。か、ら、だ、に、か、ん、しゃ。これ、大きく揺するとともに、ねじるとともに、首はですね、上とか横とか下とか自分の、一番大事だと思う方向にやっていけばいいと思います。あ、た、し、に、か、うん、しゃ、はい、揺すり2回目ですね。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい、か、ら、だ、に、か、ん、しゃ、こ、こ、ろ、に、か、ん、しゃ、わ、た、し、に、か、ん、しゃ。はい、3回目の、ゆすりですよ。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい、ねじですか。ら、だ、に、か、うん、しゃ、こ、こ、ろ、いい、か、うん、しゃ、わ、た、し、に、か、うん、しゃ。はい、今度は、胸を開きますよ。肩甲骨にくっつくように。はい、か、ら、た、に、か、ん、しゃ、こ、ころ、に、感謝、私に感謝、
あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝。はい。いや、いいでしょう。あら、ざ、に、か、ん、しゃ。このねじりは、一回一回の休みを取りながら、このねじりを入れてるわけですね。ですから、これは、それぞれ移っていくときの、腕を休める効果と、それから、このねじりの効果ですね。いろいろの関節を関係しておりますからね。はい、わ、た、し、に、か、ん、しゃ。はい、今度は上ですよ。上下ですよ。で、はい、体に感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。ねじですか。ら、だ、み、か、ん、しゃ、こ、こ、ろ、に、か、ん、しゃ、ねじるだけねじってください。あ、し、に、か、うん、した。はい。それでは、今度は、ゆっくりになりますよ。体に感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。か、ら、だ。に、か、ん、しゃ、こ、こ、ろ、に、か、ん、しゃ、わ、た、し、に、か、ん、しゃ。はい。体に感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。から、だ、に、か、に、じゃ、こう、こう、ろ、に、か、ん、しゃ、わ、た、この、ねじるときに、肩の、まあ、凝りがですね、緩むとのとこと、関節、腰も含めて、いろいろ関節が動いてますから、そういう作用をしております。あ、し、に、か、ん。じゃあ、このゆすりですけど、足に力を入れ、足に落とす、お、あの、移動しながら、この足にこの重みをかけてくださいね。はい、体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい、これで今日のエクササイズ終わりです。いいですね。はい、どうもありがとうございました。